どうもじゃ、篠原です。今回は国立二次試験まであと10日の勉強ということで、10日後、国立の二次試験が待ってると思うんですが、あと10日間何ができるのか、何をするべきなのかについて話したいと思います。はい、国立二次試験まであと10日の勉強ということで、まあ二次試験なので、まあまあもう応用力、記述力、そういうものを試されてる試験ですから、まあこれをパパッと覚えてはい終わりみたいなね、そういうものはもうだいぶ減ってくるかなと思います。で、一番やらないといけないことは、そう、分かってる通り、せーの、体調管理ですね。もうここに来て風邪ひきましただの、コロナになりましただの、もう大バカ野郎ですよ。これはもう大バカ野郎です。はっきり言います。大バカ野郎です。もう一回言います。大バカ野郎です。もうね、体調管理をしっかりできないっていうのは、そういうやつから落ちてくんですね。受験勉強っていうのは体調が悪いやつから不合格になります。なので、体調管理、これだけは絶対に、絶対に守ってほしいわけですね。これから10日間、一切勉強しなくても極端な話構いません。ただ、体調だけは、崩さないでほしい。体調管理だけはしっかりやってくれというところです。で、もうこれは分かってると思うんですよ。きっちり夜は寝る。で、寝つきが悪いんであれば、ちょっと内科に行って睡眠導入剤をもらうとかっていう風に、まあ体調管理やってほしいんですが、二つ目にやることが、各教科、ちょっとずつ、まあ、最終確認っていうのをやっていくべきなんですね。例えば、英語だったら単語ですね。まあ、これは今まで過去問散々やってきたと思うんだけど、その過去問で出てきた単語、これがちゃんと頭に入ってるかどうか、過去出てきたやつがちゃんと頭に入ってるのかどうか、これまで使ってきた単語帳、もう一回バーッと見てみて、覚えてるかどうかっていうのを確認してほしい。これが、第一ステップ。まあ、最終段階の確認の一つ目として、英語はやっぱ単語ですね。もう最終、英語は単語力です。単語力があれば受かるし、そうじゃなかったら落ちるっていうのが、最後の英語の段階なので、単語力のチェックはしっかりやってくれと。で、さらに英作の表現ですね。つまり英作の表現っていうのは、知っていればもう迷うことなく処理できるところを、知らないがために、右往左往こう遠回りして、なんとかかんとかして、こう、英作文振るっていう風になると、やっぱちょっと辛いわけですよ。なので、英作文の表現っていうものをきっちり自分の中に入れておいて、こう、右往左往しないようにするために、もうできる限りやっていくと。で、数学の基本解法もそうですね。特に最近の教題とかは、あんまり教科書に載ってないようなやつというか、あんまりこう、出ないようなやつを堂々と大問で出してくるという傾向があります。なので、こういう基本的な問題、チャート式、青チャートとかフォーカスゴールド持ってると思うんで、そういうのを見ていくだとか、っていうような、こういう英作の表現だとか基本解法の手元のやつですね。もう新しいものをやるんじゃなくて、手元の教材っていうものをしっかり固め直す。これが第2ステップの最終段階の確認をやるというところになります。そして、ラスト3つ目が、感謝ですね。3つ目が、感謝ということで、これは、自分の親と自分が一番お世話になった先生に対する感謝の気持ちを持ってくれというところなんですね。つまり、親に関しては、言ったら自分の子供が大学生になるまで育てる義理なんてないんですよ。義務教育はもう中学で終わってるんで、そんな大学ね、しかも大学も100万、200万、300万かかるんですよ。私立だったらもっとかかりますよ。そんぐらいのところに生かしてやる義理なんてないわけです。もう高校卒業と同時に家掘り出してもよかったんですよ。なんだけれども、ちゃんとここまで育て上げてくれた。これに感謝せずして、何に感謝するんですか？学校の先生もそうです。あなたをちゃんと教えるという義理はどこにもないんです。だって、生徒に対して一生懸命指導しようが、適当に指導しようが、給料一緒ですから。だから、頑張って教える必要なんてないし、学校の先生ってクソ忙しいんですよ。何日も残業して、いろいろ勉強研究してとか、やる必要なんてどこにもないんですよね。給料一緒なんだから。なんだけど、真心を持って、まあ、教師としての義務感でもって、そのもらってる給料以上の指導っていうのをやってもらえたわけなんですよね。これに感謝せずして何に感謝するんですかというところになります。つまり、感謝の気持ちを持ってほしいと。で、俺はこの感謝の気持ちを持てた瞬間、自分が一つね、こう、上の学力になった気がしました。つまり、
感謝の気持ちを持てるっていうのは自己中心的ではなくなるってことなんですよ。自己中心的だとなやってもらって当たり前だと、親なんだからやってもらって当たり前、先生なんだからやってもらって当たり前っていうようなまあマインドなわけなんですけど、その感謝の気持ちを持つことで自分というのは客観視すると、ああ今までの自分クソガキだったなと、つまり親から先生からいろいろしてもらっても何の感謝も一かけらもしないようなクソガキだったなっていうことが分かると、ああこれではいけないなということが分かって、日々のその勉強っていうものに対してもちょっと冷静に見れるんですね。で、学問っていうのはそういう客観的なものです。つまり俺がこう思うからこうなんだっていうものではなく、客観的にデータだとか過去の実験だとかっていうものを積み重ねてできたのが今の学問、そしてこの学問を聞いているのが大学受験なので、客観的な気持ちを持ち感謝するということで、まあ一つ上のレベルになれたと思う。俺はね、これは俺がそう思うだけなんだけど、まあ感謝の気持ち持ってて損はないですよ。もし神という人がいるとして、こういう感謝の気持ちを持ってる受験生と、なんか全然そうでもない受験生、どっち受からせますってことです。まあ感謝の気持ち持ってる方が受かりそうじゃないっていうねところですね。で、そんな感謝の気持ちはどうでもいい、その最終段階の確認もどうでもいいから、一番大事なのは体調管理。もう誰にも感謝しなくてもいいし、全然勉強しなくてもいいけど、体調だけは崩すなというのが、まあ、今回俺の言いたいこと。あと10日しかありません。あと10日なので、できることは限られてますが、体調だけは崩すなというところですね。はい。ということで、国立二次試験まで、あと10日の勉強でした。ぜひ、最後までやりきっていきましょう。今回のこれで以上で、復習お疲れ様でした。